ん、コフレー。コスメ系 VTuber 星の木コフレです。今回は9月上旬に発売されるプチプラ新作コスメ情報を紹介していきたいと思います。最後まで見てくれると嬉しいです。それではやっていきましょう。まずは9月5日発売、フジコから落ちないツヤリップでおなじみニュアンスラップティントに限定の新色が仲間入りします。102番可憐なのにモードなベージュカラーのガーベラベージュ、103番スモーキーなツヤ感でおしゃれに見せる色気のあるボルドカラーのガーベラボルド、どちらもウォーターティント処方でつけたての発色を長く楽しめるのがポイントになっております。ザ・秋コスメって感じがしてこなれ感がありすごくおしゃれだなと思います。続きまして9月8日発売、セザンヌからトーンアップアイシャドウ新色の11番トープブラウン、こちらはグレー、ベージュ、ブラウンが繊細に混ざり合った柔らかいグレッシュカラー、ぎっしりパールと透明感たっぷりのアイシャドウになっておりまして、イーベさんとか特に映えるようなカラーになっております。そして超細チンアイブロウ、こちらも新色、ブラウンベースに赤みをプラスしたピンクブラウンの06番ベリーブラウン、ピンクブラウンは私も大好きな色なのでとても注目しています。どちらも使い勝手の良い新作なんじゃないかなと思います。最後に9月13日エクセルからスタイリングパウダーアイブロウの限定色、柔らかく愛嬌のある明るめピンクブラウンの SE04 番モーブブラウン、アイブロウパウダーのモーブカラーっていうのが割と珍しい方なので助かる人も多いんじゃないでしょうか。エクセル2つ目アイシャドウブラシ L、 こちらのアイシャドウブラシは厚みのあるオーバーサイズとなっております。3つ目、スキニーリップシャドウ、程よいピンク色を帯びたブラウンパレットの SR13 番、ヘーゼルブラウン、4色を順番に重ねるだけで作り込んだようなリッチなグラデーションを実現する肌なじみの良いアイシャドウになっております。最後ニュアンスフルペンシルライナー、抜け感のあるブラウンブラックの NP01 番グレージュ、強くて優しいナチュラルブラウンの NP02 番チョコレート、柔らかくアンニュイな赤みブラウンの NP03 番ピンクブラウン、自然な存在感を宿すホワイトベージュの NP04 番アイボリーベージュ、甘くスパイシーなオレンジブラウンの NP05 番キャラメル、とろけるような描き心地でまつげの隙間などもスムーズに描けます。ウォータープルーフ処方なところも高ポイントです。以上9月上旬に発売されるプチプラコスメ情報でございました。気になる方はぜひチェックしてみてください。このチャンネルはコスメのレビュー動画や新作コスメの情報動画などを上げております。少しでも幸せを感じてもらえるようなチャンネルにいたしますので、よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そして普段は生配信もやっておりますので、よければ遊びに来てください。以上星の木コフレでした。またねー。